ラクタに乗る夢打ち壊すのは鳴り響く電話朝早く眠り覚ますのは小鳥ならいいけど自宅の部材
はい、センキュー。は今日だ、ユミコ。どうやら俺の方がこのゲーム負けたらしい。恋の駆け引きなんてもう終わりさ。ずるいはそんなに軽薄に言わないで、見慣れ
ついて俺を振り向く始末。俺は遠慮してタバコを一服。バイバイ私のご機嫌は治らない。でも心臓の鼓動が早金のようになってるわ。本音を言うと彼が気にかかる。「波も漂う漂流船」
談じゃないって言うのよ。Thank you.
愛いお嬢さん、ご機嫌な朝をあげよう。トゥルルトゥルル I love you。 おいら口説いているのさ。青ひげを剃り一丁ら
過ごした